これですか。あ、今日。あ、いいね。いいですか。そしたら、これかぶってもらって。雰囲気ある。入らないかと思った。はい。いただきます。似合いますか。いいですか。いいね。ちょっと似合うね。似合うんですか。なんで似合うの。似合うすか。めっちゃいい。めっちゃよくはないでしょ。泣いてるっすよ。シュー言うてるっす。やばいやばい。あ、うまい。あら。あら。そういうのはね。プロガムってあるよ。うん。ダッサッです。すぐ。豆巻くんすか。豆巻くんでしょうね。え、何これ。40分で香るだけ。バットします。バットでしょ。持っていないですか、バット。うん。え？17年目。じゃあこれで安田ぶたっけです。これ手が自由に使えへんねんです。もう少し手、ゆとり持って。よし、うん、ガチッシュです。豆なし、はい、豆あります。向こうに高木ブーです。じゃあ行きまーす。まず2人に問いますが、こうした、コスプレでのマネラという経験は
僕ずっと断ってて17年目にして初めてやりました。そうですか。あの時代が杉谷選手に追いついたような衣装ですけれどもね。嬉しく思います。安田選手はいかがですか、はい、ご自身の方の形を見て、はい、自分は初めてなんで非常に緊張しました。あの迫真の演技でしたけれども、はい、この辺りが演技というのはどこかで勉強されたんですか。今の演技には自信がないので、今後、銀城さんに教えていただきたいと思います。でまずはもう、やっぱ去年も悔しい思いしてますし、優勝っていうのが大前提ですけども、その中でも、まあ、今横に安田もいますけども、まあ、協力しながらも、やっぱりキャッチャーというポジションは一つなんでね、自分が一番多く出るんだという気持ちは常に持ってますし、そういった気持ちを強く持ちながら、戦っていきたいですね。はい。銀次郎さんおっしゃったんですけど、やっぱり日本一という大きな目標を、掲げながら、そこに対してしっかり練習やっていきたいです。YouTube 登録してね。楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。